この機会に列車のアーカイブのデータを見せてもらったの。あなたたちが気にしてないといいんだけれど、アーカイブの内容を見て大ショックだった。ベロブログの多くの喧騒者は世界にいる神はクリフォト様だけだと思っていたから。彼らの結論は一面的だとはっきりわかる。本当にこの宇宙に偉大かつ神秘的な存在がたくさんいるなんて。神々に比べれば私たちは雪の結晶のように脆く小さい。記録を見ているとお母様の話を思い出さずにはいられなかった。人類が打ち立てた文明は本当に神の意志に抗えるの？私は。あなたはそう考えてるんだ。なるほど。何はどうあれ、私たちはこれからも地に足をつけて生活していく必要がある。宇宙の深部に隠れた古き存在よりも、ほとんどの人は今も次の食事にありつけるかを気にかけているから。ただ私は、性格のような最悪が再び起こった時にしっかりと対抗する準備ができているようにと願ってる。アイオン、運命、派閥、すごくぼんやりしている概念なのに確実に存在している。この700年で孫悟のクリフォト様は私たちを一目でも見たことがあるんだろうか。この機会に列車のアーカイブのデータを見せてもらったの。あなたたちが気にしてないといいんだけれど、アーカイブの内容を見て大ショックだった。ベロブログの多くの喧騒者は世界にいる神はクリフォト様だけだと思っていたから。彼らの結論は一面的だとはっきりわかる。本当にこの宇宙に偉大かつ神秘的な存在がたくさんいるなんて。神々に比べれば私たちは雪の結晶のように脆く小さい。記録を見ているとお母様の話を思い出さずにはいられなかった。人類が打ち立てた文明は本当に神の意志に抗えるの？私は。あなたはそう考えてるんだ。なるほど。何はどうあれ、私たちはこれからも地に足をつけて生活していく必要がある。宇宙の深部に隠れた古き存在よりも、ほとんどの人は今も次の食事にありつけるかを気にかけているから。ただ私は、性格のような最悪が再び起こった時にしっかりと対抗する準備ができているようにと願ってる。アイオン、運命、派閥、すごくぼんやりしている概念なのに確実に存在している。この700年で孫悟のクリフォト様は私たちを一目でも見たことがあるんだろうか。